よし、じゃあこの羽をね、畳んだ状態、この状態で飛べるかっていうのをやってみます。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、 FA18 オーネットで、ネバなどね、砂漠を飛んでますね。で、ちょっとね、モッドというかを入れたので、ちょっとね、飛んでいきたいと思います。この見どころは何なんだろうね、ちょっとわかんないけど、ラスベガスまで行ってみようかね。じゃあノースに行けばいいんだね。おお、すげえブラックアウトする。あっちかな、ラスベガス。ラダーペダルがね、まあ、ちょっと安いロジクールのやつだけど、次行けばラスベガスかな。あ、あれがラスベガスだね。じゃあラスベガスの街を飛んでみましょうか。気持ちいい、すごい気持ちいい、本当に。ほら、これなんなんこれ。ちょっとね、このネバダ州のねマップを入れたんで、低空飛行じゃないとつまんないね。あー、すごい、 ラスベガスの街が見える。あー、すごいじゃん、この街並み。わー、いいなー、これ飛びたいな、本当にな。木に引っかかっちゃう。あ、ラスベガスだ、メインストリートだ。やべ、ルクソール。うおうおすげえいいじゃん、ラスベガスじゃん、マジで。やべ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 、おお。いや、本当に本当に G スーツがいるみたいな、なんか実際にあるだな。噴水のとこだ。なんかべ、ここあれだね、銃撃戦じゃなくて銃撃の事件があったとこだね。すごい、本当にちゃんと作られてる。あー、すごい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 。曲がれる？曲がれるんじゃん、すげえな。おお、やべやべ、失速した。うわ、すげえ、うわ、気持ちいい。ここ、うん、行ったね、行った行った。おお、おお、すごい、真下に。失速した。あ、ラスベガスの空港じゃん、降りれるのかな。ちょっと降りてみる。おお、おお、ラスベガス空港。うわ、すげえちゃんとできてる。おお、
気持ちいい。いや、このゲーム本当気持ちいいな。どっから降りよう。この滑走路に降りちゃっていいのかな。ここに降りるか。飛行機も止まってる。2本あるね。ちゃんとブレーキも効くようになったから。ラップ、ラップダウン、ギアダウン、あれギアダウンしない、ギアダウン、ギアダウンした、あ、ダウンした、すごい、向こう、あれか、失速した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 、あれか。いやー、飛んでみたいね、本当に。なんとも言えんわ、マジで。 VR だとすげえ簡単に言うと、俺立体に見えてるからね、これね。どっち側に降りよう、右側に降りようか。さあ、じゃあ今日はラスベガスで遊んでいくか。全部失速してる。何キロで着陸したいんだろうね、それが分かんないね。うわ、かっけ、操縦できない。よし、これに降りよう。ラップ出てる、ラップ出てる。あ、もうラダーペダルが、ラダーペダルが、ラダーペダルがあるとすげえ楽。あ、早いな、エアブレーキ。めっちゃハードランディングだったことない。よいしょ。わあ、広いね、この空港。何回か行ったことあるな。ここ曲がれるかな。はい、じゃあね、ちょっとラスベガスの空港来たんで、羽曲げて飛べるかどうかやってみようか。これをこっちにやると羽がね、畳まれるはず。羽が畳まれるんだよ、こうやって。じゃあこれでね、羽を畳んだまま F18 飛べるかどうかっていうのをね、やってみよう。本当に？よし。まあちょっとね、すごい滑走路の距離もあるしね、端からブレーキかけて。ラダーペダルすげえ優秀。ちょっともうちょっと、もうちょっと、よし。じゃあこの羽をね、畳んだ状態、この状態で飛べるかっていうのをやってみます。エアブレーキ戻して、エアブレーキこれね、エアブレーキこれね、これ戻して、じゃあちょっと待って。また行くぞ。アクセル全開、アクセルじゃねえ、スロット全開でリリース。飛べるかな。あ、なんか飛べそう。浮力を感じる。飛べるか。お、飛んだ。嘘でしょ。待って、ギアップ、ギアップ、ギアップ。
すげえ、なんで？やっぱ戦闘機ってすげえんだな。待って。戦闘機すごくない？こんなんで飛べんだよ、これ本当に？なんか羽が多少なくても飛べるようにできてんのかな？嘘でしょ、これ。かっこいい。本当に？いいの？マジか。フラップアップ、フラップアップ。フラップダウンできるの？あ、まあ、フラップだとフラップダウンしないで。マジか。え、どのぐらいの運動性能あんの、これで。マジで普通に、え、なんか、これシミュレーションされてんのかな？されてないような気がする。こう。おぉ。ブラックアウト、ブラックアウト。なんか、ちょっと待って。え、これ本当になんか、むしろなんか、すげえ、なんかスティックに対してすげえ、この速度、覚えて。すげえ回るよね。え、ちょっと待って。これで、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。一旦。オートパイロット。オートパイロット。この姿勢をキープするから、これで。これで、羽開いてみようか。羽開く。おお、開いたで。こんなことできんの、本当に。え、マジで？え、大丈夫？今手放しでもいけるんだけど。開いたじゃん？開いた状態でもう一回、これスピンしてみようか。ちょっと待って。これ、ちょっと待って。解除。ああ、やっぱりなんか、こっちの方がやっぱりのろいな。やっぱ羽もちゃんと、羽なくても飛べんだね。知らんかった。だいぶ夕方になってきたね。ラダーがあれば、テイク飛行も簡単だ。どっちでもこの時ラダー踏みたいよね。ちょっとね、なんか俺カジノ行きたくなった。カジノ行くわ。やっぱりね、ラスベガスといえばカジノなんで、カジノに行きます。それでは皆さん、どこ行こう。やっぱりあれかな。はい。それではね、私は、カジノにね、直接降りたいと思います。飛行機飛んでた。さあ、カジノ行くぞ。カジノに行くから。ちょ、引くなよ、俺を。ちょっと風で流されてる。やべ。ちょうどね、どこだろうね、これね。あれだね、ちゃんと、あ、すごいじゃん。カジノの真上に降りたね。あ、カジノ突き抜けて、あ、カジノの中に入れました。マジでカジノの中だ、これ。描画はないですけど、これ本当にカジノの中に入れましたね。だって表あれだよね、ちょうどあの噴水のとこだもんね。はい、じゃあカジノやっていきたいと思います。それじゃあね、またこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。いや、対して掃除はね、本当下手なんだよね今ね。一生懸命あの空中給油をね練習してんだけど、め
ちゃくちゃ難しい。